どうも、とめたけです。今回はこちら、ヤング焼きそばガーリックカレー超大盛りハーフ&ハーフです。いやー、でかいですね。いやー、普通のペヤング食べるのは初めてじゃないですか、私。ガーリック、カレー、どちらも非常に美味しそうですけどね。カレーって聞くと、私、ごく激辛カレーを、ね、思い出してしまうので、ちょっとね、トラウマがあるんですけれども、じゃあ早速開けていきましょう。じゃあ、ね、早速開けていきましょう。ちなみにね、ちょっと時間短縮のため、お湯はもうすでに沸かす準備をした状態でやってるんですけど、ちょっと音がねうるさいかもしれませんが、ご了承ください。はい、はい、3分でその線まで開けて、カレーはこれガーリックで、カレーソースにガーリックソース、もう一回見せましょうか。こっちがカレーソース、こっちがガーリックソース。火薬はこれだけですね。もうこの中にガーリック入ってるんで、もうカレーも必然的にガーリック味っていうかことになります。それじゃあね、お湯が沸くのを待ちたいと思います。はい、お湯を入れました。もうこの段階でね、非常にガーリックの香ばしい香りがします。はい、じゃあこんな感じでね、カレーソースとガーリックソースを温めながら時間を待ちたいと思います。はい、今ね3分経ったのでお湯を捨ててきました。じゃあ開けていきましょう。出てきましたよ。じゃあここでね、どっちをどっちしようかな。じゃあ先からいきましょうか。出口が分かんない。よいしょ、じゃあカレーをこっち側で。このカレーどんぐらい辛いんですかね。よいしょ、さすがに奥激辛レベルの辛さではないと思いますけど、で右側にこちらガーリックソースかけていきたいと思います。わあ、でもすごい、奥激辛カレーとの時と違ってちゃんとカレーの匂いをする。そしてガーリックソースも今かけ終わりました。あ、すげえ、匂いがすごいですね、これ。じゃあそれぞれ混ぜていきましょう。いやーね、私今非常にお腹が空いてるので、今ほぼほぼ何しろ脳に頭が回ってない、もう全然頭が回ってない状態で、ね、喋ってるので、早く一口食べて気力活力、あとはなんかその他もろもろ復活した状態で喋れるようになりたいですね。はい、できました。じゃあ先にカレーからいきましょうか。まあ、若干でそのガーリック混ざってますけれども、いただきます。うん、うまい、カレーだ。いや、ごく激辛カレーのトラウマが強すぎて、何系のカレーって言ったらいいんでしょう、
ちょっとあれなんですけど、インドカレーというよりか、何でしょう、なんかカレー風味のなんかそういうおやつというか、そのような非常になんかジャンクな味。じゃあ次ガーリックいきます。おお、これ明日の朝、明日死んだな。ガーリックやば、明日俺の口死んだわ。あーこれ明日外出できんのよこれ。あーでもうまい、うまい。本当にその結構私ニンニク好きで、ニンニクチューブは常に家に常備してあるんですけど、本当にニンニクチューブそのぶっかけました的な。もうニンニクそのものの味がすごいですね。カレー行きますか。カレーもね、もう若干ガーリックに負けちゃってるんですよ。これからちょっと2つの味を混ぜようかなと思ってるんですけど、混ぜた瞬間そのカレーがここからいなくなっちゃうんじゃないかっていう怖いんですけどね。じゃあ混ぜてみますか。はい、お願いカレー死なないで。次回カレーシスデュエルスタンバイ。うん、あ、カレー死んだわこれ。もうここにはガーリックしか残ってないですわ。あーカレー死んだ。カレーなんていなかった、うん、今ここにいるのはガーリックのみなのでね、混ぜるのはあんまおすすめしないですねこれ。それで単品であの味わった方がいいです。ペヤングの開封動画とかはもうやらないつもりだったんですけど、あまり再生もされないんでね。ただまあここ最近全然動画投稿できてなかったので、おっしゃったらなんか動画にしちゃいたいっていうのがよくから出てきちゃって、全然しねえ。ニンニク強いな。
超大盛りの量だったんですけども、でもやっぱりガーリックパワーのおかげでもうこんだけこんだけですね。そうですね、最後にあの食べきった感想なんですけれども、ガーリックが強い、カレーが弱い、そんなとこですね。なんかぶっちゃけカレー半分ある必要はあんまなかったですけどね。もう混ぜちゃったらもう完全にガーリック勝っちゃってるんで、なんであのカレーも味わいたいって人は本当にその半分ずつ食べることをお勧めします。とはいえ火薬の中にもすでにそのガーリックが入っちゃってるんで、そのどういう意味でもどうなのかなとは思うんですけど、でも非常に美味しかったですよ。ただ多分明日はもう私午前中いっぱい多分もうニンニクの匂いでも私外出れないですね。これこれから一生懸命歯磨きとかしっかりして外出れるように頑張ります。いや明日からいよいよ4連休ですね。今あの撮影してるのが7月の21日なんですけども、だから4連休の方がいるんですかね。というわけであのこの動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上です。